はい、こんにちは。今日は、MSX 部 VS ロードファイターみたいなね、感じで、やろうと思います。ロードファイターか。ロードファイターっていうと、まあもう今デモ画面見てわかる通りなんですが、アーケードで、あったものの MSX への移植で、まあひたすら面を進めていくというだけのゲームなんですけど、昔はね、もう楽々クリアできてたんですが、今やるとね、ちょっとどうなのというので、ちょっとやってみたいと思います。で、一応ね、クリアを目指すと。クリアを目指せば、クリアできれば勝利という感じではあるんですが、まあ、今後ね、MSX のゲームを同じような感じでやっていきたいなと思ってはいます。で、チャレンジも、これ短いゲームなんでね、1回というわけじゃなくて何度かできると思いますので、そういった形でやっていきます。レベル A、B でありますが、覚えてないです。A しかわかんない。多分 B が難しいんでしょうね。で、あるのはアクセルとブレーキあるのかな、これ。他の車の加速性能がやばい。で、敵の車はね、緑が一般車両。で、青が、競技車両ですね。で、今撮りましたけど、これ B、これ車じゃないですけど、フュエル、燃料がね、徐々に減っていくので、要はガス欠になればゲームオーバーのゲームなんでね、それをくれるための、補充してくれるためのアイテムと。で、車両の紹介が途中になりましたが、紫がお邪魔カーですね。要は車線変更をして、こっちの行く手を阻んでくるというのが特徴ですね。で、敵に当たるとさっきみたいにスライドするんですが、まあ、逆反カウンターっていうんですかね、を当てるとすぐにあの車のね、向きが戻って正常に走り出すと。で、そうじゃなくて、逆反当てずにいると壁に激突して、まあ、ミスになるという感じですか。そんな感じのゲームですね。緊張するな、これ久しぶりにやるとね。で、プレイしているのは MSX 実機私が持ってませんので、MSX 部のくせに実機がないというね、そういった環境で、プレステの MSX コナミアンティークコレクションでしたっけ？それのボリューム1に含まれている、収録されているものでやってます。ステージ全部で6ステージあるみたいですね。覚えてないです。ビーチ。夏のビーチっていう感じですね、これね。説明してないことあったかな。あとね、一応、3面か4面ぐらいから出てくるんですけど、お邪魔要素として、道路工事だったっけ？違う、オイルか。オイルと、なんだっけ、水たまりが出てくるんですけど、オイルはいきなり滑り出すんだったと思います。で、水たまりは速度が0になるんじゃないかな。一度止まってしまう。まあ、大幅なタイムロスになるという感じですかね。多分そういうんだったと思います。で、敵車両がね、途中から増えます。トレーラーかな？あ、トレーラーが出てきて、トレーラーは当たるとスライドじゃなくて即ミスと。すぐミスになるという敵車が出てきますね。これで多分全部だったと思う。登場する車、お邪魔要素。で、BGM がないというね。ブイーンっていうだけ。緑とね、青はね、まあ、ちゃんと運転してる感じですかね、マナーよくね。この紫だけが、ピンクかな？紫だけがどうしても邪魔をしてくると。さあ、2面クリア。
3面。3面から多分トレーラーが出てくるんじゃなかったかな。あとオイルも出てきたと思います。水溜りかな。どっちかちょっと順番覚えてないですね。ここはね、多分車線変更っていうか、がない、車線がこうずっと2車線で、変わらない面だったんじゃないかな。トレーラー。あれが即死なんですよ。あ、今水溜り出てきたね。ホイールじゃなくて水溜りか。でね、水溜りをね、トレーラーが避けるんですよ、あれ。避けるのはいいけど、避けるとこっちに即死のやつが近づいてくるっていうね。あれが一番この面恐ろしいポイントだったと思います。もうちょっとね、この車は横移動が早いと助かるんですけど、遅いんですよね。おい、怖い。びっくりした。オイルまで出てきた。オイルはいきなりスライド状態になるっていうやつだったと思います。おい、怖い。あ、そうそう、あれ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 がね、水たまりトレーラーにいきなり避けるんですよ。右か左かポンってね。そうするとミスになっちゃうっていう。危ない。ちょっとね、ほんと移動が早いと助かるんですけどね。サンダークロスにシールドつけろって言ってるようなもんなんでダメなんでしょうけど、いまいちね、こう爽快感がない。恐ろしいゲーム。かといってね、左詰めすぎると、あ、右か、壁側を抜けようとか思うとこう当たるのが怖いっていうね。よし、ここのお店だったんじゃないの。さあ、4面ステージ4。これステージ04って書いてるけど2桁ないのにね。10以上あるんならわかるんだけど。3車線あると安心するね。おい、狭い、怖い。くねっとなるとこ危ないなあ。あそこをね、他の車とすれ違うときってこう相当危ない。危ない危ない危ない、やっぱ注意がいる。危ない。あれはこわいこわいこわい。車線変更するときがね、一緒に、まあみんな車線守るんでね、自分だけが車線こうクロスしながらやってるんで、危ねえな、これ。あの、キュッと広がるところは、相当注意しないと危ない。ただ、基本アクセルベタ踏みなんで。ああ、怖い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 。ああ、怖かった。ああ、今のも怖い。あんな狭いところで当てると、カウンター当てる前に壁に激突しちゃうんですよね。それが怖い。タイミングがうまくずれてるっていうか、あの危険なところで車とちょうど接触しないんで助かってるだけだとは思いますけど、怖い。もうクリアじゃないのこれ。よし、よし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 、調子いいですねこれね。意外と初回クリアもあるかも。さあ、ごめんですねこれね。アーケードのね、ロードファイターは、一回やったことあるかなーぐらいのもんなんですよね。スピードはもっと速かったと思う。まあ、MSX なんでね、そこまでのスピード感は出せないでしょうから。昔余裕かましてて全部に当たっていったり、あっ!してたような気がする。当てて逆か、カウンター当てて。復活してみたいな感じで、怖いな。トレーラー、トレーラー怖い。この車線をね、変えながらの時っていうのが怖いですよね。怖い。
と思ったら来ないからね。ゴールは近いのか。近い近い、だいぶ近くなってきてる。ゴールかこれは。よしよし、最終面最終面、来た来た。意外とこれあるんじゃないの。雪かな。あ、これ四季を表してんのか。あ、最初春夏だ、で最後は秋冬ですね、色的にも多分。知らんけど、ここは何が怖いんだ。おお、怖怖怖すぎる。オイルがいきなり来ましたね。トレーラー全部いるって感じかな。おい、怖い。あぶね、アップ。カウンター何回待ってたよ、今。怖っ。あぶね。よし、よけたよけた。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。ああ、これはガソリン足りるのか。おい、よし。危ない、怖い。トレーラー怖い。即死だからね。怖い。してくださいよ、ほんと。あー、これやだやだ。よし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 、チケ、よし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 。あー、これはガソリン足りないんじゃないか。今のがなければいけてた気もする。ガソリン出てくれ。出ない、出ない。これもうすぐクリアだったでしょ。あー、マジか。あー、マジか。あ、きついな、今の。あのトレーラーの、いや、車線は変更してないんですよ。車線の通りにね、あのトレーラー走ってるんで、いいんですけど、減速すべきだったかな。アクセルを開けるぐらいはしてもよかったかもね。危ないわ、あれは。こう頑張ってたと思うんだけどね。おい、二つ目。やっぱトレーラー怖いね。当時の MSX にしちゃね、結構頑張ってると思いません？スクロールなんかも高速で。スプライトがね、横に4つ並ばないんで、ちゃんと単色の車じゃなくて2色使ってあるっていう。危ねえ。話してるとやっぱダメだな。やっぱね、いつもこう、まあ、この年になってね、ゲーム配信とかやってるとよく感じるんですけど、昔できたことができないっていうのがね、やっぱ悔しいんですよね。昔はできたのに、楽勝だったのにみたいなのがね、やっぱいろいろできなくなってるんで、その辺がね、まあでも新たにもう一度挑み直すのはまあ楽しいっちゃ楽しいんですけど、悔しさもあるんですよね、ちょっとね。でもさっきの惜しかった。たられば言ってもしょうがないけど。あれ、トレーラー当たらなきゃいけてたよな。
っていうことは 何かあそこ2ミスするともうダメってことか。最終面怖えな。特にね、そのフュエル取り逃したりとかもしてないんで、純粋に2ミスでいけないぐらいの配分でしかないということなんだろうと思いますね。で、MSX 実機なぜ買わないかっていうとね、開け捨てが使えないんですよね。昔はね、キーボードでやってたり、あるいはね、なんかパナソニックの1000円ぐらいのね、パッドがあったりしたんですけどね。そういうのでやってはいたんですけど、もうパッドではできないなっていう、ちょっと自信がないので、やっぱ開け捨てがいいんですよね。なんで、プレイステ版でやってるというのが、実際のとこだし、MSX をなぜ買わないのかというと、そこですかね。あと、かさばる。あぶね。かさばるんですよ。キーボード一体型でね。まあ、セパレートも一部ありましたけど、当時はね、セパレートというと高級機の証みたいなね。一体型はダサいみたいな、あれがありましたけど。さあ、3面。さあ、ここからトレーラーが出てくる。と、水たまりも出るのかな。怖いよね。水たまりを避けるトレーラーが最悪。あれはね、覚えてますよ、やっぱり。あの恐怖感。ズドッときますからね。まあでも、この辺はね、1ミス、2ミスしても、まあ、配分的に、いける感じにしてあるでしょうからいいんですけど、要は最終面ですね、怖いのは。2ミス、2ミスでダメ。いやー、でも左右にしかね、レバー、まあボタンもありますけどね、使わないですけど、シンプルな、危ない操作で、楽しいですよね。ちゃんとゲームとして成立してるっていう。危ない。やれることはね、もちろん今のゲームと比べると少ないですけど、当時はこれでね、熱くなれてたという、危ない。あれ、スピード落ちるだっか。基本カウンターってさ、ガチャガチャって。いや、危ない。怖い。もうそろそろゴールじゃねえの。右にね、マップがあるんでね、それ見てると分かると思いますが、赤いのが自分ですね。よし。よしよしよし。さあ、4面。エリア的に秋でしょうね。さっきのビーチと橋の上はなんか夏の海って感じがするんですよね。で、ここもすでにちょっと秋っぽくなってきてますね。ここと次の面が多分秋ステージじゃなかろうかと。よし。ここね、ほんと、やっぱ怖い。あそこが怖い。くねくねってなってるね。試験じゃないけど、そういう、この細い道の出口と思ったらいいのかな。そう。怖い。これは怖い。ここにトレーラーでも来た日には巻き込まれますね。車線遵守して走ればいいのか、逆に。そうか、なるほど。車線に沿って走る、向こうは車線に沿って走ってるんで、同じ車線にいなければ。当たりはし、危ねえ。当たりはしない。くそ。どう見てもね、向こう車線守って走ってるんで、こっちが悪いんですけどね。しかもスピードもね、圧倒的に速いし、おそらくスピード勝手に超過して、危ない。あそこが一番怖い。あの出口、細い道からの出口がやばい。ただここで終わることはないのかな。あるのかな。うわ、トレーラーひどいな。引
き逃げですね、完全に。止まってくれないですもんね、当たってるのに。しかも爆発してますからね。危ない危ない。ええー、怖い。よし、あ、クリア、よかった。2ミス ?3 ミスしたのかな。でもいけた。さあ、秋ステージ2つ目。秋の2。なんとか最終目指しましょう。恐ろしい。いきなりトレーラー。一番最初の面構成に似てますよね。ただ左側に線路がありますね。まあ背景ですけどね、単なる。危ない。いや、向こうが正しいんですよ。車線守ってるからね。こっちが悪いんですけど。BGM もないからね、これ地味なあれですね、動画ですね。ほんと黙ってるとね、プーンって音がしてるだけだから。さあ、ここ怖いよ、怖いよ、来るよ。これよかった。トレーラーがね、あそこで来ると緊張が走りますよね。一気に場が引き締まる感じ。よしよし。危ねえ、怖い。怖すぎる。よし、よし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 。いやー、怖いな。さあ、最終目。2回ミスしたら終わりと思って、そのぐらいの緊張感を持ってやりましょう。事実2回多分ミスったら終わりだと思いますね、ここは。危ない、危ない、怖い。どっちに行くかはっきりしてほしい。邪魔をするならそれで。あ、怖い。今の怖いな。緑がキュッとね、こっち来るんですよね。よし、よし、よし、生きてる。危ない、危ない。うわー、怖い。よし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 。半分ぐらい来た？半分来てるね。よし。あるよ、これ。ミスらないように。ガソリン来ないの？来た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 。これ逃すと死ぬ。どう？だいぶいってる？よし、いける、生きてる、生きてる。よーし、危ねえ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 、やめて。いや、危ねえ。これあるんじゃないの？もうまだまだか。やばい、汗が。よしよし、今のはやばい、今のはやばかった。よく避けれた。これもあるんじゃない、クリアじゃない。よし、クリア。いやー、ゴール。最後ノーミスでしたね。いやー、ほんと汗かいた。あれ、まだあんのこれ。あ、2周目あるんだ。2周目。あ、そう、2周目あるんだ。覚えてないや。いやー、よかった。いやー、いい汗かきますね。え、ちょっと待って、やっぱ2周目甘くないね。最初からいきなりオイル来た。まあ、いけるとこまでやりましょうかね。あっ、ぶねー。ハイスコアね、伸びてる間って嬉しいっすよね。
二つスコアがね、進んでいくのがね、やっぱ嬉しい。あぶねえ。あれ、一周目と道違わない？一周目の一面って多分道細くならなかったと思うんですよね。多分この三車線がね、左右に行くだけの作りだったと思う。あ、二車線でこんな斜めってなかったと思うな。これもしかしたら B コースに行くのかな？二周目は。レベル A とレベル B ってありましたよね、最初選択するときに。多分これがレベル B じゃないかなと思う。10万点が近い。ただゲーム的な性質上ワンアップとかはないと思う一機増えてもねっていうのがあるんで、そういうのじゃないからって、これ体力性だからって。よし、多分レベル B じゃないかなと思います。まあその辺ね、詳細知ってる方いたら教えてください。レベル B やればいいじゃんってね、言われそうですけど。さあ、10万点いっておきたい。まあ、あと500点だからいくとは思うけど。さあ、ここもどのように地形が変わっているのか。オイルはあるな。ああいうの避けてくるのが怖いんですよね。ポコって左右に、ね、動いてくる感じで。突然来るんで。おい、取りにくい。よっしゃ、ちょっちょっちょっ、自分がねこっちに滑るだろうって思ってる方ならねカウンター入れれるんですけど、逆だとねものすごく入れづらいんですよね意外と。おい、あれー、ひでー。まあミスしたわけじゃないんで気を取り直して頑張りましょう。今の動きひどくない？右に来た後左にも来たよ。そんな動きすんの？ちょっとひどいと思う。2回動いたようなもんだよね、今ね。ここでフュエル出れんなら、大丈夫じゃないの？この面は。青、要はね、あの青の車は敵車というか、ライバルカーっていうんだったかな。あれを抜くときだけね、追い越し音がするんですよね。要は順位が上がりましたよ、みたいな、感じです。順位っていう概念は多分ないとは思うけど。あると面白いんだけどね。なおね。さあ。気を取り直して。よし。来てる来てる。当たってもね、カウンターさえしっかりしてればね、トレーラー以外だったら即死はないんで、カウンターさえしっかりすればいいんですよね。よし。移動いけるぞ。よしよ、うん、立て直した瞬間の安心感。真ん中ぐらいか今。ガソリンは 75% ぐらいあるんで、まあ大丈夫でしょう。よほど崩れない限りは。とフラグを立てているような気もしますが、多分大丈夫。よし、いけるいける。
ードファイターはね、ファミコン版もあったんじゃなかったっけ。あとアーケードアーカイブスでアーケード版出てた気がしますね。たださっきも言った通りアーケードはほとんどやったことがないので、あまり思い入れがないので買ってもいないというね。よしクリア。ただあのゲーセンではねよく見かけてたんで、まあ難易度は多分あっちの方が圧倒的に高いんだろうなとは思います。ステージ4、本当は2周目なんだけどね。カウントしてくれないっていうところを見ると多分これレベル B だと思う。その辺ね、 MSX 詳しい方はぜひコメント欄で教えてもらえると助かります。ここからがね、出口が危ない。ここあそこにね、トレーラーと重なった日にはね、もう生きてる生きた心地がしない。危ない。怖い。いやマジでこの辺からね、緊張感が半端ない。危な。あれね、水たまりカポって右に避けてくるんですよ。それでね、秒で幅寄せされるんで即死なんですよね。しかもね、怖い。このね、車線の減少とかね、そう増加っていうんですかにね、トレーラーが絡むとね、キュッと緊張しますね。怖すぎる。でアクセル上げても全然減速しないんだけど、このゲーム音は変わってるけど、プーンって言ってるけど減速しない。嘘、左右入れたよ今。まあもうでももうゴールですね。うん、これは大丈夫でしょう。うん、よし。さあ最終面、ここまで来たんならね、2周クリアしておきたい。多分レベル、あ違う、もう1個あるじゃん。最終面じゃなかった。秋の2ですね。秋の2。いやー緊張するね。どっちか分かんないときは左右ガチャガチャってやるとね、いいと思ってやってます。さっき立ち直れなかったけど、だいたい立ち直ってくれてるみたいなんですよね。あれが危ない。自分が進む方向とね、スリップの方向がね、一緒だとね、勝手にカウンター当たるみたいな感じで、すぐ立ち直ってくれるんで、助かるんですけど、まあ、ミスしたわけじゃない。まあ、ロスではありますけどね、トレーラーに当たるよりは、全然マシ。だろう。あっぶな。よし、危ない。うん、大丈夫だろう、これは。最終面まで来た。うわあ、危ねえ。よし、いけた。最終面。これはでも多分さっきよりも厳しいんでしょうね。2ミスでダメだったんで、今度は1ミスでもダメとか、そんなレベルになってそう。あ、でもね、もうクリア達成は、ちょっと待って、そこまで小さくなんだ。やばい。序盤からこれか。あ、怖かった今。これはちょっと怖いぞ。よしよし。
お、今のなんだ。ちょっと待って。うわ、怖い。怖い、怖い。よしよしよし。もうミスれない。もうミスったら多分無理だ。少しのミスも許されない。怖い怖い。さあ、ワンミスで終わり。怖い、これは怖い怖い。大丈夫か？よし。ハート出てこねえかな。アップ、うわぁ、ちょっと待って、これはひどい。これはもう無理だ。あ、この先がゴールだったんだろうね、多分。あー、ひでえなぁ。まあまあ、まあでも今の2周目ですからね。あそこまで行ったら行っときたかったなっていう。でね、多分ね、1周目がレベル A で、2周目がレベル B だと思うんですよね。だからまあ、とりあえず、バーサスロードファイターはクリアということで、要は MSX 部立ち上げにこうふさわしいスタートとなりました。でね、一応私が持ってる MSX っていうと、まあ、ほんとさっき言ったプレステのコナミアンティークスか、あとはね、エッグプロジェクト、プロジェクトエッグか、ので何本かあるという程度なんですよね。とはいえ、まあ、それをやるときにね、一応超えて、クリアを目指して、目指すという感じでやれればなと。まあ、ゲームである以上ね、クリアを目指すっていうのはまあ当然だとは思うんで、当たり前っちゃ当たり前なんですが、まあそういった感じで、MSX 部をやっていこうと思います。まあとりあえずね、ロードファイター勝利ということで、今回は終わりです。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。では、よろしくお願いします。ありがとうございました。